株式会社音楽タクシーは、福岡県音楽郡音楽町に本社を置いていたタクシー事業者。ハイヤーで独自の料金システム、ゾックを採用していた。2013年1月に営業区域外で営業していたとして、九州運輸局から事業許可取り消し処分を受けたが、音楽タクシーはこれを不服として、事業許可取り消し処分の取り消しを提訴し、 事業許可取り消し処分の取り消しは受けたが、以降の業績は悪化。福岡地裁国ら支部に民事再生法の適用を2018年1月31日に申請、保全命令を受けたが、2020年5月1日に福岡地裁国ら支部より再生計画が遂行される見込みがないとして、再生手続き廃止の決定を受けた。同年6月4日に、 福岡地裁国ら支部より破産手続き開始決定を受けた。オンガタクシーは2021年3月31日に法人格が消滅した。ゾックのメーター表示レ動ドが導入していた新料金システムゾックはゾーンコントローラーキャブの略でゾックと読む。初乗り1000円で 6km 走行または15分経過のいずれか早い時点ごとに1000円が加算される。 距離性、時間性併用型となっていた。メーターの表示画面とアラームで料金加算のタイミングを乗客が事前に知ることができ、深夜早朝割増や芸者料金はないが、身体障害者手帳の提示により1割引きの福祉割引きが受けられていた。同地域の他社は初乗り1 6トルまで650円。 以降330メートルごとに80円加算する運賃体系であり、乗車距離が2キロメートルを超えると、ほとんどの場合他社より安くなっていた。二代目社長の木原圭介が発案、タクシーでの実施を目指したが、他社との兼ね合いなどの理由によりハイヤー限定で申請。2008年3月26日に、国土交通省九州入局より1年間限定で、 運賃の認可を受けたが、経済産業省によるメーターの認可が難航し、実際に新料金で運行を開始したのは2009年2月下旬となった。運賃認可の延長は認められず、女タクシーは認可が切れた2009年3月26日以降も運行を続けていると報じられていたが、2011年1月に運賃申請が認められた。 岡垣町のコミュニティバスである、岡垣町コミュニティバス、ふれあいの一部路線を、コミュニティバス開始当初より運行していたが、現在は、運行事業者からは、外れている。コミュニティバスを名乗っているが、オンガタクシーが運行していた車両は10人乗り、ジャンボタクシーであり、乗り合いバスではなく乗り合いタクシーに該当する。ありがとうございます。